プロアームのチェーン調整はこの裏にあるですね、ところを動かしてやります。これですね。これまずここで締めてあるんで、これを緩めて、でここに専用のピンスパナ、それを使って回すことによって、これが上下に、前後に、正確には前後というより変身してるんですよね。まん丸じゃなくて、こう丸に対してこう軸がちょっとずれてついてることによって、それを回すことによって、これがこう動くんですかね。どちらか、エキセントリックチェーンアジャスターってあるじゃないですか。あれに似てますよね。それとまあ基本的にはまあ似たような作りで、1箇所だけでやります。でこれがないと回せないですね。これ専用の車載工具ですね。こう2つこうなってね。でこれ薄くなきゃダメなんですよ、やっぱりね。厚みがある、一般で売ってるやつのピンスパナで回そうとしても回せないということで、さあそしたらですね、これちょっと今少し張ってる状態ですけど、回していきましょうね。見てくださいよね、これ面白いですよ。で回しますよ。いいですか、わかります、これね。これがこういうふうに、まあ、動く感じですかね。今ね、たるんでますけど、これ逆に回してちょっとね、貼って、もしくはもう一回貼りますよ。回しますね。汚いですね、こういうシール。で、これで抜けるのかな。あ、ここで引っかかってた。なんだろうね。引っかかりますね。抜けるね。はい、抜けました。で、ブレーキディスクはね、これで交換するということですね。要はこれがさっきね、回したやつですけど、要はこう動くことにこれが動くんですよね。そうですよね、これね。ちょっと回してみましょう。で、こう遠くなっていくんで、チェーンがあると。だから、ちょうどこれが下に行くとき一番車高が上がるんですかね。ただもうこれの場合はもう場所が一周はできないですからね。はい、ここまでね。うん、チェーンを張れば、伸びてきて張れば張るほど車高も少しずつ気持ち下がるってことじゃないですか。結構、まあ、ここのほんのちょっとのこの動きだけでしょうけどね、雰囲気的に。合わせ交換時期の位置からするとね、だからまあそんな車高は変わらないのかと、まあ、いうことなんですけどね、はい、これどうやって抜くのかな。あ、こっちにね、ピンが止まる、こんな感じでね、ここで止まってるんですか。でこれ抜くと向こう側に抜けるのかな、違うか。あ、ここにね入ってるからこっち側に抜けるんでしょうね、これ外してね、はい、ニードルベアリングですね、大きいね。ここ、まあ、ここも多分ベアリング入ってると思うんですけど、あ、これ面白い。どうなってんだろう。ほら、動く。どういう、あれなんですかね。で、これ全部きれいにしてね。はい。で、戻すと。あと、まあ、どっちでもスイングアームは外すんですけど、うん。まあ、とりあえず、ここをバラせるだけバラして。どうですかね。VFR はね。VFR だと逆に、夢ってとこ見てくれますかね。あ、VFR だな、つって。ただ、フルマンマルじゃないとね。ちょっとなんかいろいろいじったりするんですけど、いやーって言われちゃうことなんですね。まあ、そのあたりはね、みんなそうなんですけど、うん、部品がないからね、どうのこうのってよく言われやすいですよね、旧車だとね。そうするとやっぱり専門店、中古の、いわゆるね、そういう旧車のね、中古のじゃない、旧車の専門店ね。あ、汚いね。真っ黒なの、アルミじゃない、これ、これの。しかもこのサポートなんか、普通にアルミで、ただ作りましたみたいな。サポートがついてるのが面白い、うん、これはね、結構固く締まってるね。もうグリスが切れてますね。こっちね、これはグリスになってみましょう。でこれで回るでしょ。でこれが外れんじゃない、うん、抜けたアルミ地肌のね。でただ抜いただけじゃない、来ただけじゃないかと思ったら、
そんなわけない、ね、ちゃんとした作りになってますからね、はい、やっぱり、うん、純正品凝ってますね、これね、はい、ただ2丁目みたいなかなってそんなわけないね、はい、そしたらこれが抜けるみたいですね、はい、まあ全部きれいに掃除するんでこのままねやりましょうよ。なんか引っかかってますか、抜けないね、あ、こうか、はい、こんな風になってるね、これでチェーンを調整するという作りですね、うん、そしたらベアリング入れ替えて、はい、これはね戻すと、きれいにしてね、ここに砂利がいっぱい溜まってますよ、見えますどっから入るんですかねこれね、砂利ね、どっから入ったのね、ここにね、どうなんです、どっから入ってくると思います、これほら砂利ね、前の方から入ってくるのかな、まあ、ここに少し水切ってあるから少しずつ少しずつ入ってくるんだと思うんですけどね、これね他にないもんね穴ね、特にね ここの隙間から入ってくるとは思えないから、このやっぱり 前の方から入ってくるのかな、なんですかね、まあ、とりあえずこれは綺麗にしてやります、なんじゃこりゃなんじゃこりゃどういう作りなんだこれ、どうなってんだろう、わこれは動かないんだろう、これは動かないんだろう、回った。なんだ。外れた。さあ、スイングアーム外れました。はい。そしたらですね、まずこのね、第一のオーダーはこのチェーンスライダー、これを交換することだ。ただとりあえず一回外してですね、まずねこれ洗わなきゃダメですね。汚い、うん、あまりにも汚いんで一回洗ってね、洗う、掃除して、それからですね、はい、とりあえずね、こっちは割れちゃったんでね、ないで、純正品は出ないので、はい、ね、まあ当然みたいな感じになってますよ。でちょっとね、あの見ましたけど、まずねラジエーターパイプは1本も出ません。全部で6本ぐらい使ってますけど、はい、出るやつはどこもありません、はい、あとですね、何だっけな、なんか気になるところがあったな、 あとあのクラッチのレリーズね、あのレバー、あれは廃盤出ません、はい、相談部品じゃないのかな、廃盤なのかな、昔はね相談部品なんていうねやり方してましたけど、本田さんはね、今はもう廃盤なんですかね、廃盤ってのもないってことですよね、相談部品っていうのは、なんかあの、1000個とかね、そういうんで頼むと作るみたいな話がね、はい。でもこれを作ってた会社があるわけでしょ？ね、そこだったら作れるんですけどね。ただまあそこの会社は作らないですよね。で、これがね、はい、外したやつ。これ多分純正だと思うんですけど、こことか割れちゃうんだね。まあしょうがない、これね。ここほら、閉めてるから。さらにね。で、これが、なんか売ってるんですよね。NC304 っつってね、はい、一緒かな、微妙につかなかったですね、嫌ですよね、まあ、あとですね、オイルシールね、オイルシールリンク類全部ちょっとグリスをね差し替えて、で、グリスを塗るということも承ってますから、はい、それをやりますよ、うん、どうなんだろう、位置関係は、うん、微妙だな、これどっちが下なの、こうじゃないよね、今までいいんだよね、向き的にはね、あ、微妙に長さが足りないなどういうことなんだかな、こうでしょ、あ、微妙だね、ちょっと引っ張らないと無理だね少し縮んでるわけじゃないよね、少し、はい、
さて、そしたらですね、あ、このトルクルと、これもちょっと一回ばらしてね、なんかひどいな、うん、すごい、なんだ、あとね、石が、これね、ここに、まあ、中がほら、中空になってるんですけど、結局ほら、ここに、わ、すげえいっぱい出てくる。ここに穴開いてるんじゃないですか。ね、ここから入るみたいね、両方。うん、それで、こっち側から葉っぱも出てきた。出てくるみたい。うん、ね。すごい、うん、こうキャップってないんですかね、ここね、ゴムのね、大抵ありますけどね、うん、ある、なんだっけな、クロスカントリーはついてましたね、キャップね、2個ぐらいあるんですよ。で、なんでついてんのこんなのと思うんですけど、やっぱそういうことじゃないですかね、中にね、うん、こう入らないように、ね、開けっぱなしだよね。で、ね、これ抜けるんですよね、これ ね、これ抜けます、はい、錆びてない、よかった、ね、でニードルベアリングここに入ってますけど、はい、ここのニードルベアリングは変えなくていいですよね、うん、そのままあれで大丈夫ですよね、グリスね塗ってね、で後ろはホイールベアリングになってるから、まあ、それはちょっと変えるっていう、ホイールベアリングがニードルベアリングなんですよ、片側は2つあるのかな、ホイールには入ってないですけどね、はい、ホイールの方に入ってないですけど、そういう作りですよね。で、ここのオイルシールね、交換しますよ、はい、ここにカラーが入ってるんですね、抜けんじゃないですか、ね、カラーもね、これもまあグリスを塗って戻すと、ね、錆びてなくていいですね、ね、これ錆びてると嫌ですよね。で、ここら辺がもうみんな汚いから、どうやって掃除するのがいいですかね、やり方としてはね、泥がね、油とこうくっついて固まっちゃってるんですよ、こういうとこね、うん、磨いてね、鋳物ですよね、なんかポンポンってだけでまたポロポロポロ落ちてくる、すごいね、いっぱい溜まってたね、うん、なんか雰囲気的にあの辺オイルが持ってる、多分このシップのこれも明らかにね、なんか持ってる、でこれこうか、あとこのチェーンオイルなのかね、ここね、ここら辺が垂れてるね、チェーンオイルいっぱい手で垂れてきてるのか、それともスプロケットの奥のオイルシールが抜けてるのか、まあ、それによってまたちょっと話はね変わってきますけど、でちょっとこれ変えたらね、これないんだもん、残念、うん、新品出ないからね、オーストラリアのあれにあるみたいオーストラリアにあるみたい、1個だからなんか売ってました、 40ドル、オーストラリアドルで40ドルぐらい、日本円で3700いくら、まあ、あと送料ね、かかるから、ね、そう、他の国に売ってるんですよ、ね、日本、まあね、まあ、知らないけどね、まあ、確かにこの古いオートバイのパーツを ね、しかもほとんど出ないのをいつまでもね、在庫してるっていうのもおかしな話なんですけど、うん、これ、車だともっとね、維持するの大変みたいですから。ちょろっとね、いい速度さんの、ね、あれをちょろっとエンジンをね、もう名機と呼ばれている、まあ、ちょっと古いやつね、エンジン、それをオーバーホールできないもうみたいな話にね、で、まあ、オーバーホールってもただ分解してね、部品変えて組み立てるっていうのだったら、もしかしたら別にね、うん、できるかもしれないんだけど、やっぱほら職人でしょ、ああいうのね、職人でのその勘とかで。こうやっていくっていうね、だそういうのをやる人がもういなくなってきたっていう話をされてましたね、うん、引退しちゃったもうね、うん、でやっぱほら儲かんないみたいなんですよ、うん、で開けてみないと分かんない、いくらかかるかっていうのは、実際問題大体まあ目安としていくらぐらいっていうのはあっても、実際開けてみて、あ、これダメだ、あれもダメだ、あと部品がすぐ調達できない、今もう日本にないから部品がない、そうなると海外から部品を取り寄せるとか、あと海外の部品もその日本の部品と違って精度があんまり良くないとかね、まあ、なんかいろんなそんな話をされてましたけどね、うん、で結局まあ一機ねやるのに、まあ、100万単位かかると、だいたいね、まあ、4気筒だろう6気筒だろうの世界ですから、車だったらね、でそうなってくると一番困るのは、まあ、先にほらお金もらえないと分かんないから、いくらかかるかっていうのはね、
でも目安として分かるからね、とりあえずその分もらっとくっていうのもね、一つのあれなんでしょうけど、まあ、もらわないでやる場合ね、そうなると、それを1機だったらまあだけど、それを3機、4機、5機とかね、エンジンを一度に。で、ばらして結局何ヶ月もかかると、置いとく。で、お金も入ってこない。でも、その部品は先に自分で持ち出さなきゃいけない。ね、先に出して、結局、仕入れはあるわけだから、それ持ち出しでね、やってっていうことで、そうするとすごい負担がかかるでしょ。自分が最初に何百万も、それ、台数がいっぱいあれば、エンジンの。そうすると、その何百万みたいな負担をして、で、何ヶ月か後にやっと入ってくるみたいなね、お金がね。それだとさすがじゃなきゃやっていけないみたいなね。まあ、そういうのも、なんかいろんなそんな話をされてましたけどね。まあ確かにね。やっぱり、まあ、どうなんですか。で、結局ね、あとね、やるとこが少なくなっちゃう。やるとこが少なくて、さらに、もうここっていうところにはいっぱい仕事が入るんだけど、やっぱこれ有名なとこね。腕の確かなところ。そこにいっぱい仕事が入るんだけど、結局他のところには仕事はやっぱあんまり行かないと。ね。で、さらに、そういうところはだからいっぱい来ちゃうけど、時間かかる。なかなかできないからね。で、なんかもうそんなようなあれで、どんどんね。あんまり古くなってくると。ないみたいですよ。乗るなってことですかね。乗り換えるっていうね。まあね、エンジンをホールして、ね、エンジンだけじゃないでしょ。そしたらミッションもやらなきゃいけない。何もやらない。もちろん足回りだと、ボディだってね、へたってきてるだろうから、やれなんだ。ああ、お金かかりますよね、車ってね。バイク以上にお金かかりますよ。そう。だから新しいの買っちゃった方がもうよっぽど安い世界じゃないですか。それでもその車がいいんだっていうね。こだわってね、乗り続けるっていうことだと思うんですけどね。大変ですね。あとこれだけね、やったとしても、そんなかかんないですよ。特にうちでやってるから。これがね、名チューナーみたいなところで、足回り、こんなやったら、まあ、キャブもやってるけど、多分、いいのに行くんじゃないかな。4、50万は普通に、まあ、覚悟してください。100万はいかないと思いますが、っていう世界ですよね。うちではそんなにいかないもんまあ、いいんですかね、いただいても。ね、はい。さあ、そんな感じでね、行きましょうか。で、ちょっとね、こうやっていきます。はい。あと、こちらはね、ベアリングこれ抜くの。これね、オイルシール、これ。これ外すでしょ。両方にオイルシールね。これが交換でしょ。あと、この中に入ってるベアリングですよ。これね。これニードルベアリングね。ニードルベアリング。そして、こっちは、これ何ベアリングなんですかね、これ。2つ入ってない？ベアリング。平行に2つ入ってない？ 1 個しか頼んでない。2つなの？もしかして。あ、違う、1個だ。1個でこう二重になってる。 すげえ、どういうベアリングなんだろう、これ。これがね、あとリンクのとこのオイルシール全部で6個ね、交換します。で、もちろん中ね、グリス入れ替えてね。そしたらキャブね、それで終わりじゃないですか。足回りだとキャブやってね、戻して。で、これなんか持ってる、ちょっと持ってるっぽいから、ここのオーリングは新品にしますね、中のね。オーリングが入ってるみたいなんで、この中にね。ちょっと上の方からこうなんかちょんちょんって垂れてる、ここじゃなくてね、ホースのところじゃなくて。だからこのオーリングは変えた方がいいような気がする、中のね。あと、ここのオイルシールね。あと、ここちょっと開けてみてどうかわかんないですけど、まあ、あれだったら、この中のオイルシール高いよね。てか、大きいの。びっくりした。うちに1個ありましたけど。で、値段見たら1000いくらするオイルシールですよ。で、分厚くて、これ入れ替えられんの？っていうような感じのオイルシールでしたけどね。どんな塩梅なんだろう。ちょっとね。これ、ホイールサイズ変えたら、メーターの、あれ変わっちゃうんじゃないですか、これ。機械式だから、ここで撮ってるから。ね。そんな感じしますよね。ホイールを17インチにするっていうようなね、話をちょっと。そしたら RVF のやつに変えればいいのか。よくわかんないですよね。これどういう仕組みなのかね。回転数ね。これなん？これ、ホンダ純正っぽくない。これなんだろうね、これ。今、ふと思ったんですけど。これはウィンカーでいいでしょ？三つ葉。ね。これはレギュレーターだもんね。これイグニッション。ね。で、これは、こっちマイナス側から。
右側プラス側かなのケーブル、ヘッドライトの、ヘッドライトを明るくするために引っ張ってます。そう、月末までやるんですからね。さすがに、うん、9月下旬の前、10月下旬もう過ぎてしまったんで、ね、一番問題キャブレターですかね。キャブレター問題だね。ちゃんとできますかね。不安ですよね、やったことない人に。やったことないわけじゃない、やったことないわけじゃない。そう、V 型4気筒はやったことがないわけじゃない。 VFR はでもこれは触ったことない。 NC21 はあるんですけど、 NC21 は触ったことがあるんですよ。あとはね、VT 2気筒ね、まあ、似てますよ、 V 型、あのキャブの配置の仕方はね。 あとブレーキディスク変えなきゃ。これさ、緩めてね、ブレーキディスク入れた。高級車だね。うん、でもこれ VFR でしょ。うん、VFR はね、これレプリカじゃないですか。だからあんまりね、あ、これ こっから先は個人的見解ですね。許してください。個人的感想です。VFR はそんなに欲しいと思わないんですけど、どうしてもね。私が欲しいのはブロスですね。ブロス650、あれは欲しいですね、綺麗なやつがあったら。でプロアームでしょ、後ろ1型と2型があって、1型は後ろ17インチなのに2型になると18インチになるんですよ。逆なんですよ。ただやっぱり1型かな。2型はね、確かスロットルポジションセンサーついてるのかな、キャブに。そういう余計なものいらないから、やっぱり1型の方がいいですかね。1型のブロス650でいいですよね。プロアームですからね。アルミフレームだもんね。一緒じゃないですかこれ、 VFR のフレーム違いますかね。でエンジンは、だってエンジンがあれだもん、 V ツインの650だもん。そこに魅力を感じますよね。感じないですか。いいんです、皆さん感じなくていいんです。感じると高くなっちゃうから、みんな欲しいとか言い出すと高くなっちゃうから。今でもちょこちょこそこそこ高くなってきてるのに迷惑です。見向きもしないでください。私が乗りたい、自分が乗りたいだけだからね。そう、あの V2 いいんですよ、エンジンね。まあスピード系ですよね、うん、しかも650でしょ。非常にね、気持ちいい、迫力がある。あんなすごいよね、あんなさ、すごいバイク人気ないんだから。最高ですよね、こういうことなんですよ。すんごく金かかってるもん、ね、エンジン V4 は速いけどね。でも V ツインの方がいいかな、乗ってて。あの VFRあれでフルカブじゃダメですよ。それは VFR の方がいいと思いますけど、人気がないのがいい。そう、それでもやっぱりそうは言っても値段がね、みんな高くなっちゃってるんだ今。もう何でもかんでも、もうホンダ、あ、車検があるの、ああじゃあ高くて、もういくらでもっていうような世界になりかかってるからやばいんですよ、とにかくね。はい、やべ、くっちゃべってる場合じゃなかった、すいません、作業します。